こんにちは、加藤理香です。11月玄関庭模様を上旬を撮ってみたいと思います。気がついたら今は11月7日まだ本当上旬の上旬だと思っとったらもう7日になっとったんだと思ってね、ちょっとびっくり。風邪ひいて、だいぶ治ったんですけど、まだなんかさ、しっくりこんっていうか、体がだる重。トラックうるさい。また玄関には模様うるさいかもしれませんが、外の車の音よろしくお願いします。花がちってさ、これ種だよね。パチパチってたまにね、落としてね、落ちてくる、上から降ってくるよ。ほら花いっぱい咲いとるんで、ほらどうやって取ればいいんだろうかほら、目撃いったよ。土曜を無視しておりますここもほら、切ってもらったノコギリで。では花の様子を写してみようかな。トレニア、クフェア、先っぽに花ついとるよ。ほらこっちもね、これ木みたいだけど、あんまりでっかくなっても困るしね。カラミンサ、カラミントだったっけ、カラミンサだった、カラミンサ、アンゲロニア。自分の書いた字がさ、汚くてさわからんくなるよね。千日紅、ジキタリス、こっちもね、アメリカンブルー、グレーゴマ。はい、ここに取り寄せた、楽天から取り寄せたイングリッシュガーデンセット、不思議の釘のファンタジーを埋め込みました。一個ずつ言ってみっちゃ。カリフォ、ペンステボン、バーベナ、リクニス、セントランサ、三尺バーベナ。なんでわざわざ三尺ってついとるんかな。ジギタリス、アンチューサ、デルフィニウム、後ろにみかんの皮が見えますけど、はい、新しく9個の苗をここに植えたよ。前からいるものも写すちゃ。宿根テルスター、なでしこ系だよね。ゲーム、カリフォ、ペンタス、これはマーガレットかな。クナウティア、ショウジョウソウ。花咲いとったよ、密かに。ほらサルビア、これなんなんやろか勝手に芽出てきたんだけど、これなんなんやろか。
蚊取り草、まだ頑張っとるね。テラニウムの仲間だよね。あれ、これ何だったか忘れた。マーガレットかな。ばあちゃんの縁側菜園コーナー。ガザギアは元気。みかんはもう本当にダメだな。ちょっと全然変わってないっていうか、やる気のない感じが見受けられますが、裏庭でございます。なんかの種まいた、20日大根だったかな、余っとったからまいた。ちょっと当てにせんくらいな感じで見守ってみようかな。春菊でございます。ちょっと育ってないけ。ハボタン、種まいたやつさ、こんなことになってもらう、こんなことになっとるんぜ。青虫ばっかりでできて、もう全然食べられて、これ回復するんかな。結構やばめです。ほら、おった、おった。もう、とってもとってもおる、青虫。これさ、ヒイラギの仲間だと思うんですけど、大きくなったらね、トゲトゲして痛いんだよ。で、上結構カットしてたら下にいっぱい生えてくるようになってしまってね、困る。チューリップ植えようと思ってね、泥セットしたけど、まだ植えておりません。玄関でございます。ピンクのバラが結構可愛く咲いております。ペチュニアとペンタスは元気ね。新しく購入しました。楽天イングリッシュガーデンセットのシンデレラのホワイトガーデンです。手前の方にはパンジー植えたよ。ラムズイヤーはセット中入っとったんだけど、ここにおるから植えませんでした。去年のラムズイヤーです。シャスターデイジー、サルビア、リクニス、ペンステモン、よいしょと。オルレア？あっとる？オルレア。デルフィニュー。これ。でかくなった。ちょっとの間にすごくでかくなったぞ。ジキタリス。これは園芸店で買ってきたアメジストセージ。ここに多肉系いっぱいあるんやけどさ、冬どうしよっか。家の中入れんなんかな。ジニアまた咲いとるね。おお、ここね、ビオラちょっと植えた。チューリップのミニバンもここに植えようかなと思ってるんですが、まだ植えておりません。ナスタチウムがすごく伸びております。ローズマリー効く。ああ、増えすぎてさ、どうしよう。挿し木してたマリーゴールドが花咲いたり、仏壇に添えると言いながらまだカットしていない菊でございます。チューリップ、こちらも植えようと思って
まだ植えておりません。というわけで11月上旬の玄関庭模様でした。今ね、蜂いっぱい飛んどるわ。トンボもおるかな、結構。というわけで本日の庭模様を終わりたいと思います。じゃあね、またね、バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。